皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田雅弘です。今回はですね、 X 脚を直すコツについてお話ししていきたいと思います。まあ、X 脚とはこのですね、2本の足がこういうふうにこう、特に膝が寄ってしまって体の中にこういうふうにこうアルファベットの X のようなシルエットが出てる状態のことを指します。今のスキーっていうのはカービングスキーといって、傾けていくことで回転性能が増して安定感も増してくるんですけれども、 X 脚になってしまうとこの2本の角付けの量が異なってしまうので、それぞれですね、スキーの進む方向が変わってしまうんですね。そうなってしまうと、まあ、次のターンにですね、こうスムーズに移行していくことができないですとか、暴走につながったりですとか、まあ、そういった悪影響があります。ですので、このシルエットを直すだけではなくて、2本のスキーを同時に使うことによってスキー技術も向上してきますので、今回のですね、アドバイスもぜひ参考にしてみていただければと思います。はい、X 脚とは滑ってる時にですね、こういうふうにこう膝が内側にですね、こういうふうに寄ってきてしまう現象なんですけれども、原因としては内側の足がこう X 脚になっている方、外側の足が X 脚になっている方、それぞれなんですが、今回はですね、この外側の足が X 脚になってしまう方に対するアプローチですね、これをお話ししていきたいんですけれども、まあ、今回の改善方法っていうのは、その改善するための一つの方法ですので、まあ、参考程度に捉えていただければいいかなと思うんですが、外側の膝がこういうふうにこう寄ってきてしまうということは、この膝をこっちに寄らないようにすればいいんじゃないのというような改善方法が真っ先に頭に思いつくと思うんですけれども、その時の方法として親指側に強く体重がかかってしまうので、小指側に乗せればいいんじゃない、親指が少しこう浮かせれば平行になるんじゃないかときっとですね、思われる方多いと思うんですね。ですが、ブーツのこの中で母子球側をこういう風にですね、浮かせながら小指に体重をかけてしまうと、母子球側が上にこうふっと浮いてしまうので、よりですね、雪面と母子球との間に隙間ができてしまいますよね。隙間ができてしまうので、そのできた隙間を埋めるようにまたですね、こういうふうに内側に足ってこう倒れてきてしまうんですね。ですので、小指側に乗せることでこの内股 X 脚を直すというのは実は間違いなんです。ではどのように直していけばいいかと言いますと、内側に入るものを抑えようとするので、実はこのタイミングで母子球側をより強く踏むんですね。そうすることでこれ以上入ってこないように抑え込めるんです。そうすることでスキーへの荷重もですね、行っていきながら2本の足というのはこういう風に整ってくるんですけれども、どうしてもですね、この X 脚直そうとすると小指側でこの内側に隙間を作ることで、この隙間が埋まってしまってまた X 脚になって直らないというような悪循環にはまってしまう方非常に多いので、内側に足を入れたくないのであれば、内側の荷重をしっかりと押していくということですね。母子球側でこれ以上膝が入らないようにストップをかけるようなイメージを持ちながら体重をかけていただけると、この外側の足の X 脚というものはですね、改善されてくるのかなというところですね。はい、ということで今回はですね、 X 脚を直すためのコツについてお話しさせていただきました。まあ、冒頭にですね、お伝えさせていただきましたが、内足が原因で X 脚になるパターン、外足が原因で X 脚になるパターンということで、 X 脚と一口に言ってもですね、いろいろなパターンが存在するんですね。あとは今回ですね、外足がX 脚になってしまう方についてアドバイスをしてきたんですけれども、単
ターンに入るところですね、切り替えのところで、そもそもですねアプローチが外スキーだけになってしまって、内足の重心をですねこういうふうにこう追い越すことができなくて、2本の操作ができない状態になってしまっている方ですとか、まあ、本当にですね原因は様々なんですね。ですが、今回お伝えさせていただいた部分というのは、膝が内側に入らないようにするために外側を意識するということで、一見解決しそうなんですけれども、実はそれがですねより悪い方向に働いてしまっている方が、まあ、多いんじゃないかなというところで、意外なところとしてですねお話してきましたので、ぜひですね当てはまる方きっといらっしゃるんじゃないかなということで、参考にしてみていただければと思います。高評価のボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、吉田正弘です。1月のエムズスキーサロンネクストのテーマは、いよいよ本格的な動きを一つ一つ確認していきましょうというところで展開させていただいております。今日はエムズスキーサロンネクストのメンバーの皆さんと野沢温泉スキー場でご一緒させていただいております。すごいねじゃあよろしくお願いします。今回もですねレッスン動画を送っていただいて本当にありがとうございます。ちょっとですね理論的なお話をしているようなスタジオで撮ったりとか、